こんにちは、リホです。今回の声優をご紹介していきたいと思います。それでは GO。 結構前に買ったんですけど、ずっと紹介動画撮れてなくて、まずあのキャミにいます。ラージーのやつで、これカラーが6種類467円、胸がないんで S サイズにしました。きつくもなく、これ脇腹とかもぴったり、丈感こんな感じでぴったり、でも貧乳目立つ、やばい。今の時期暑いのか寒いのかよくわかんない時期だと思うので、これキャミでパーカーとかでも全然可愛く着れると思います。これから秋なので、なんか買わないかはあれが次第。次こちらミニスポットのやつ782円、カラーが全6色あります。ワンサイズだけだったんですよ。ピンクを自由で T シャツ買ったら、あ、案外なんか似合ってるみたいな感じだったので、ピンクを買ってみたんだけど、あのね、可愛いじゃん。これをこの前お出かけで着ていこうと思ったら、ウェーブだし、下半身は華奢な方だと思っているのに、脇のところがつますぎてびっくりした。え、待って、リホって意外と体でかいと思ったよね。レビュー見てみよう。脇は少しきつめですが、これ着て思ったのがマジで貧乳目立つ。全部がピチってなってる感じなの。脇がすごいきついのが気になっちゃって、これはリホ的にはなしでした。次、パジのパジャマを買いました。3点セットでございます。商品画像がこちら、軍事ウェアセット1083円で買いました。 S サイズ買ったけどマジちょうどよかったと思う。ジュース目なんかこう着るじゃん。カーディガンもある。生地もぶっちゃけいいんだけどさ、ちょっとここを見に行くときは閉めないと新しい女みたいな風になっちゃった。キャミがね、まあ調節できない、注意。ショック。え、何事、ちょっと待って、何事。塗って剥がすパックがあってさ、ついちゃったのね。洗って落ちるかなと思ったら落ちない。まあちょっといい女になろうねって感じだよね。お次、じゃーん、ラージめっちゃ大事かよ。ラージのシンプルワイドパンツです。一応 M サイズにしました。リホの想像の着方がもっと着たいな。着たスニーカーとかでもさ、裾がすり減るぐらいがちょうどいいって思ってて、全10種類のカラーがござる。着てみます。じゃじゃーん、すごい透けないんだけど、毛がリホの想像通り。でもあのシワが目立つかもしれない。 M サイズかよな。リホ162だと思われる。引きずるぐらいな、なんかゆったり着たい人とかは M サイズでいいと思う。キッて着たい方は XS か S かな。身長によるよね。生きてたこれが結構オフホワイト的な感じなんですけど、今回の商品ちょっと黄色み入ったような白。ぶっちゃけ白のズボン買うとめっちゃ透けるイメージあったけど、今回ばかりはマジおすすめです。概要欄にあの商品番号載せてるのでそちらもチェック。次は何だと思いますか。のセット、意外にめちゃめちゃ良かったっていうコメントを見たことがあったので買ってみちゃいました。クルフロントウエストトレーナーブラックの XS を買いました。626円で買いました。 XS にした理由は、よりお腹を痩せようみたいな。骨格ウェーブなんでウエストはかろうじてすごい細い方だと思われるんですけど、問題なのはケツだよね。うわ待って、結構きついかも。めちゃめちゃいい締め付け感。理由でもめちゃめちゃ評価良かったんで、ぜひ買ってみてほしい。インスタの広告とかだと高かった記憶あるけど、これはなんと126円。これで試す価値あり。着てるだけで着せるらしいので買いました。今日もね、ブラック、アプリコット、アプリコット2ビジュ、今日はブラックにしました。乾杯。つけてるだけですごい姿勢正されるんだけど、ピッてなる。マジ買って、これはそんなに買っていい。検証してみたい。1週間つけて、ウエストは痩せるのだろうか。姿勢良くなりそう。でもだいぶ結構猫背なんだけど、猫背になるとここがなんかうってなるからピッってなる。いいね。変に高いの買ってさ、すぐ壊れちゃったっていうより、安いの買ってこんないいならね、何回でも買うよね。お次がそのダイエット系的な感じで言うと、こちらになります。品画像がこちら、ヘップウェアショーツバッグの S を買いました。534円。これを履くことによってケツのたるみっていうのかな、ガッとこのキュッてプリティキッとなります。実際に履いてみたんですけど、全然ケツがキュッてなるほどの締め付け感はなかったから失敗。もう夏終わるんですけど、綺麗なボディを目指して頑張ります。みんなも一緒に頑張ろう。これがそういうシーンのダイエットのおすすめのやつです。結構ねみんな買ってるっぽいです。じゃあ、ヒョウ柄トレーニング抵抗バンド、こういう感じでーす。足が O 脚なんですよ。それを直すためにもこういうバンドとかを使って運動するといいっていうことなので。あとね、何、太ももの内ももを痩せさせたいんですけど、こうやってやるだけでも結構効くんじゃないかな。自分のね気持ちが前向きの時に簡単なダイエットから手出そうと思って3つを買ってみました。ダイエットした一緒に頑張りましょう。お次、わー、何買ったか覚えてない。あ、これはごめんなさい、ゴミでした。じゃじゃーん、でかいよね。商品画像がこちら、カットアウトティーバッグビキニボトムス S サイズ113円。面白い、生理用パンツみたいな感じになってる。でも可愛いかも。
可愛くない？チェーンだよ、このラジオ。これこんな感じでビキニだからビキニのバリ心地。レビューでもワンサイズ下げた方がいいってあって一番下買ったんで。次、めっちゃ多分自分磨きをしたくてこの時買ったんだと思う。今もそう。商品画像がこちら、バックベルト、カラーブラック M サイズの379円で、一番小さいサイズが M なんですよね。バストアップできるプラス、それがバッテンになっているので、めちゃめちゃ猫背が改善されて、つけるだけでも結構違いすごいらしいよ。レビューも好評、めちゃめちゃいい。自分のフックが3段階あって、一番きつい方が姿勢も良くなるっていうコメントがあったので、それを試したいなって思う。次がですね、チョコティ買った。ラバンド蝶々結びデコリエーション、ホワイトワンサイズ121円。わかるかな、これ抜くと抜けそうなのね。こいつをね、一緒に可愛くするための道具として頑張ってもらう。これ買ったことはそれと、普通にこの前ね、なんか似たような買ったんだよね。見て、超似てない？こっちもね、リボン引っ張ったらね、取れる系な感じなの。次がですね、失敗したかもしれない。待って、臭い。フィンガーレグローブホワイトのワンサイズ333円で買えたんですけど、久々にシーンでなんか臭いって感じたんだけど、キニャーン、なんか可愛い、ルーズみたい。可愛くない？可愛い、なんかプリキュアみたい。これしちゃうんだけど、フェーズとかこういうの大好きすぎる。初めて買ったけど可愛い。これ、え、もうダメ。え、待って、可愛い。可愛いね。ちょっとに言うとね、チクチクする。決めると違った。そんなの気にしない。可愛いが勝ちすぎちゃって。次、パーン、パーン、パーンってランクライトみたいのを買いました。昔持ってたんだけどね、ピンクワンサイズで。誰が電池くれん？これ何電池なんだろう。電池入れてないからさ、あれなんだけど、めちゃめちゃここの隙間あるし、パカパカするんだけど。まあこれは運だよね。じゃん、じゃん、ボンブルロングカールウィッグ、前髪付き、1368円。髪ロングにしたいなって考えててさ、でも今エクステつけちゃったんだよね。で、次がラスト。キーキー、あれ、いない、いた。じゃーん、人工パールデコレーションヘアクリップっていうのを頼んだの。髪の毛をこう縛ってこれで止めれちゃうみたいな、変に髪の毛跡つかず可愛いんじゃない、使えそう。はい、ということでこれが今回のシーンの購入品紹介でした。今度のやつ全部使って効果があったよとか、何時間で効果が出ましたみたいな動画作ってみたいと思うので、ぜひそちらもお楽しみに。今日のコーデはほぼほぼインスタグラムに載ってますので、そちらのアットマークリップアンダーバーもまでよかったら見てみてください。フィルの方ではね、短い動画で矯正とか整形とかコーデとか載せているので、皆さんの参考になれば嬉しいです。 TikTok も待ってるね。チャンネル登録もお待ちしております。今日まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。じゃどん。